60代の夫婦が1週間でマイナス2キロ達成。おめでとうございます。毎日スマホ使う。痩せたい。肩こりがある。そんな人は一緒に肩甲骨剥がししていきましょう。最近はスマホ使う人が多いため、猫背になって肩が凝る。体幹が弱り、体が冷え、基礎代謝が下がり、痩せにくい人が増えてます。そこで今回は、肩甲骨を動かして、基礎代謝を上げて、脂肪燃焼させる、タートル式肩甲骨体操を紹介します。スマホ目の前に置いてやっていきましょう。まずは手のひらを上に向けて、手を開いていきます。脇が広がらないように、ゆっくり手を開いて、肩甲骨を内側に寄せていきましょう。肩甲骨周りは褐色脂肪細胞といって、痩せ筋とも呼ばれている細胞がめちゃくちゃ集まってます。なので痩せる人っていうのは必ず背中を動かす運動をやってるんですね。男性も女性も必ずやってます。しっかり背中、今回は動かしましょう。はい、いいですよ。今度ダブルを作りましょう。このまま胸を張って緩めることを繰り返していきます。息を吐きながらリラックスしてやってください。息を吸ってふー、吐きながらゆっくり胸を張って肩甲骨を寄せていきます。途中でもし肩がだるいよっていう場合はね、休みながらやってください。今回たくさんメニューがありますから、マイペースでやっていきましょう。頑張っていきましょう。はい、 OK です。今度は肩を交互に後ろに回していきます。肩、肩甲骨周りを楽に動かしましょう。結構首や肩が凝るよっていう人はね、僧帽筋が硬くなってます。肩を上げて落とす運動がすごく最適です。今回一番最後にとっておきな肩甲骨剥がしストレッチメニューを含めてますから、楽しみに最後までマイペースでやっていきましょう。オッケー。今度は交互に腕を後ろに回していきましょう。胸の筋肉が硬くなってしまうと、どうしても肩が内巻きになります。胸の筋肉も伸ばしましょう。ゆっくりでいいですからね。肩が少し痛いよっていう人はね、斜めに回してください。余裕がある人は真上を意識して大きく回してみてください。結構男性女性、肩甲骨剥がして何の意味があるのっていう人も多いんですが、背中の筋肉が硬くなると猫背になって体幹が弱ります。よし、 OK。 で今度手のひらを返しながら胸を張ります。合わせた手を上向ける感じ。このメニューは結構肩、背中、だるくなりますから、マイペースでやってください。ああ、もうすでにだるい。やっぱり手を伸ばすとね、重みが肩にかかるんで、やっぱりだるくはなります。しっかり背中を動かして、代謝上げましょう。よし、オッケー。で今度肩をね、ぐいーっと上げたらストーンと落としてください。ストーン、力を一気に抜く。やっぱり今はね、スマホ使う人とかデスクワークの人増えてますから、どうしてもスマホ首になったり背中が丸くなったり、お腹気になるよっていう人はついついお腹をね、覗き込んでしまったり、ああいうことが実は猫背の原因になります。やっぱり前へ向くのがね、一番いいです。よし、 OK。 で今度は交互に
親指を立てて後ろに2回ずつ振ります。これで肩を外巻きに直していきます。交互に2回ずつ、どっちか肩痛いよっていう方はね、ゆっくり動かしてください。肩がやっぱり前に回ってしまうとね、背中がまず動かなくなります。肩をまず後ろに戻してから肩甲骨を動かすっていう運動が大切です。今回全部その要素が含まれてますから頑張りましょうね。よし、 OK。 この手を合わせましょう。手を遠くに伸ばします。グーミン、よくさグー、ハンドルを回すイメージで、遠くに伸ばしてみてください。やっぱり上半身の姿勢が良くなるとね、骨盤の位置も良くなりますから、お腹が出たりお尻が垂れたり下半身太りをしてしまっている、そういったこともね解消されます。よーし、 OK。 じゃあ今度は抱き枕を抱くイメージでぎゅーっと両肩触って休む。手をクロスして、これ結構背中ね硬い人疲れるんで、1回ずつ休んでください。ぐーっと巻きかかるから休む。もう届かないよーっとしたらね、バッテン作るだけでもいいです。背中を丸めながらバツを作って、よし、 OK。 そしたら今度首いきましょう。上を向いたら下を向く。早く動かすと目が回りますから、いく、上を向いたら下を向く。上を向くことで首の僧帽筋がねストレッチされますから、首こりはこれで楽になります。ただね、上向いたり下向くだけなんですけども、やっぱり日常的に下向く効果が増えてますから、いっぱい上を向いてくださいね。よし、 OK。 じゃあ今度は手を交互に遠くに伸ばしていきましょう。片方ずつ肩甲骨を外に動かしていきます。外に広げる、肩甲骨を剥がすとかね、肩甲骨のストレッチって内側に寄せることばっかり意識する運動多いんですけども、やっぱりねちゃんと剥がすためには内も外もね動かさないとダメです。なんでこれ内ばっかり寄せることをするとね、外側に広がらなくなりますから、ちゃんと外に動かすストレッチも大事ですよ。よし、 OK。じゃあ今度交互に手のひらを後ろに動かします。前から後ろ、いきましょう。今度は寄せて開いて戻す。肩甲骨を片方ずつ寄せて開いて戻す。やっぱり肩甲骨、背中周り硬い人は両方同時にやるよりも片っぽずつやった方がよく動けますから、肩甲骨動いてる感じわかんないよっていう人をね、片方ずつやっていきましょう。よーし、 OK。 で今度は握り拳を作ったらグー、このまま交互に肘で丸を描きます。この時に肩に力が入ってしまうと肩すごいだるくなるので、腕を回すっていう意識よりも体を横に動かしながら肩背中が動いてるイメージ、体
をふり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 体を動かしながら自然とね肘で丸描いてください。よし、オッケー。今度は軽くグーを握ります。真上にパンチ下ろす、パンチ下ろす、これを繰り返します。やっぱり肩が硬いと首も凝るし猫背にもなったり巻き肩が治らなかったりしますから、ちゃんと肩をね動かすために手を上げるっていう運動がすごい大事です。高く手を上げる、日常的にあんまり手を上げることないですよね。だから肩がね硬くなったりします。よし、オッケー。で今度は両手開いてぐらぐらと体を振りましょう。これで胸、背中、胸、背中をしっかりストレッチしますよ。あんまり顔を一緒に振っちゃうと結構目が回っちゃうんで、もう顔がね、まあ、スマホかもしくはメニューが分かったら前に向いてね。よっしゃー。最初はスペシャルメニューです。手のひらを上に向けたら手で引き寄せます。これでキープ、これで肩甲骨、肩、猫背全部治ります。これで引き寄せて慣れて余裕があったら体も一緒に回してみましょう。さらに余裕があったら目をつむってみてください。意識を肩甲骨に向けて、肩甲骨が外に開いてるよっていう感覚を目をつむって感じてみてください。肩の筋肉が伸ばされて肩甲骨が外側に開いてます。はい、いいですよ。今度は反対です。手のひらを上に向けて手首を持ったら引き寄せましょう。肘をしっかり伸ばしてぐーっと伸ばして、はい、余裕があったら体をちょっとひねって目をつむってみてください。呼吸を意識してリラックスしながら肩の筋肉が伸ばされて肩甲骨が外側に動いてると思います。もしね、持っている手がだるい場合は下から支えてもいいですからね。手のひらをしっかり上に向けたら伸ばします。はい、いいですよ。猫背だよ、首こりあるよっていう人は今回のメニュー続けてみてください。60代の方でも結果が出てますから。ストレッチに関してはメニューが一度わかると目をつむってやってみてください。そうすると深い呼吸が意識できたり伸ばされている筋肉に意識が向きます。ぜひ応用編としてやってみてください。頑張ってやった人はグッドボタンやコメントで教えてください。